ジャンプ小説新人賞とは、就営社主催の公募新人文学賞である。1991年、週刊少年ジャンプ特別編集増刊、ジャンプノベル発刊の際に募集を開始した、ジャンプ小説、ノンフィクション大賞が前身。同賞は1999年の第9回より、ジャンプノベル観光終了に伴うリニューアルで、ノンフィクション作品を募集大賞から除外し、 ジャンプ小説大賞と改名した後、2007年の第17回募集より再度リニューアルし、現在の名称となった。なお、受賞作品の一部はジャンプノベル掲載のみで単行本化されていない。この点に関しては、第12回以降、入選以上の作品は必ずジャンプ J ブックスから刊行されるようになり加作。奨励賞については観光に変わり、 J-BOOX 公式サイト上で連載する形を取っている。大正時代にデビューした作家の内村山由加、おついちなどはライトノベルから一般文芸にシフトしている。小説大正時代は年1回であった募集が年3回となり通常の長編を対象とするフリー部門とは別に400字詰め原稿用紙100枚以内のテーマ部門が新設されている。副賞の賞金は フリー部門が、金賞100万円、銀賞50万円、同賞30万円。テーマ部門が、金賞50万円、銀賞30万円、同賞15万円となっている。募集要項に、応募作品の出版権等の諸権利が生じた場合、その優先権は、集営者が生じするとあったが、2013年のリニューアルで受賞作品のに修正され、 各出版社と同等になった。上記以外に JBOOX 観光作品、公式サイトの総画を公募するイラスト部門も設置されているが、同部門の入賞者に対する副賞は設定されて、おらず採用時に規定の原稿料が支払われる。2013年、サイトリニューアルによりいくつかの事項が修正、変更された。まず、応募作品の初権利と命打っていた募集要項が、 受賞作品の出版権、上映、上演権、映像化当所権利は、終演者に帰属すると修正され、各出版社と同等になった。このほか小説テーマ部門が休止となり、キャラクター小説部門が創設された。また、フリー部門の名称が、小説フリー部門に変更された。キャラクター小説部門では、 プロの漫画家によるイメージキャラクターをテーマに創作することが求められている。また、イラスト部門が休止となった。賞金が統一され、金賞が100万円、銀賞が50万円、銅賞が30万円に変更された。いずれも、盾と賞状が贈呈され、金賞作品は書籍化される。2015年1月5日に、 ジャンプ小説新人賞15の募集が開始されると、共に小説テーマ部門が復活。その一方で、キャラクター小説部門が休止となった。現在では、小説テーマ部門、ホラー部門、恋愛部門の3つを運営し、これら3つの新人賞を、通称、三大小説賞と呼んでいる。年は、発表年。謝辞は未、未完行。 ウェブ掲載作は公式サイトのアーカイブ化、出展を外部リンクしている。後に、シリーズ化された作品については、受賞作の観光時サブタイトルは割愛している場合がある。公式サイト上で連載された作品については、リンクのみ掲載。ジャンプノベルグランプリ募集を年3回にし、応募要項、部門を刷新。ありがとうございます。